はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版続きをやっていきたいと思います。コントロール室にイルカを置いてきましたので、ヴァンガードを動かすのに必要なもの、それは玄武術師。彼らの力を合わせてヴァンガードを動かすらしい。どこで集めたらいい？モーゼスに術師が集まっていると聞いた。ということでモーゼスに行きましょう。玄武の方なんでウンディーネ様ですね。モーゼスのイベントはもう終わってるんで、心よくウンディーネさんは協力してくれるはず。ここの宝とか、あれ、いなくなってる。こいつらみんな逃げたのか。どうやって行くんだっけ。お願いします。今日は何の用？ヴァンガードを動かしたいのだ。協力してくれないか。喜んで協力させてもらうわ。早速弟子の中からよりすぐってヴァンガードへ送るわ。仲間には今回しないです。ウンディーネさんは玄武ってか、まあ、覚えないけどね。スパークリングミスト、命中率低下だよね。ウォーターポールは役に立つよね。でも使わない。これさ、こっち行けるようになってんの？あ、行ける。あ、これで元に戻るって感じね。弟子たちみんないなくなってんだけどさ、大丈夫か。下っ端の弟子たちしかいないんじゃないの。じゃあちょっともう一回ヴァンガード行きましょう。これでヴァンガードが動かせるはず。市民は安全な場所に移動させました。ヴァンガードを発進させてください。これまたコントロール室まで行くのか。到着。もう玄武術師がいる。発進準備、シンクロ開始。出力 50%、 出力 100%。 この玄武術師さ、ただ働きかな。もうヴァンガードに就職する感じでいいんじゃないか。もう少しだ。大地の鎖を断ち切れ。出力増大中、150%。 あれ、これかっこよくなってる。ちょっと何か術っぽい。あれ、おお、これも変わってるよね。水しぶき。ヴァンガード発進。どこへ行く？ヴァンガードで。最果ての島、世界の果てまで西へ走り続ける。最果ての島、で、そうだね、今一人外せないのか。ロブスターくん仲間にしたいな。ロブスターくんを仲間にして、最終的には全員人間以外のキャラにしよう。よし、それでいこう。ちょっと待ってね。まずロブスターがいるでしょ。雪だるま、妖精、ゾウとミカエル。これ最終パーティーにしていこう。今決めた。じゃあちょっとロブスターくんは基本多分体術を使うはずなんで、エレン外すか。ハグも全部入ってくる。まあ、体術かぶりしてる人はいないんだけどね。エレン斧使わせてるから。ノーラ外しちゃう。エレンはやっぱりブレードロール覚えてるから役立つから。バイキングアクセル一応持っておく。ちょっと全部外しておいてなんだけど、魚鱗、そうだ、魚鱗があったね。ちょっと魚鱗にしよう。
フルフェイス、ガントレット、魔女の瞳でもつけておくか、凝視を防ぐから。ノーラ外そう。コンボ武闘技をパクとこう。でちょっと外しに行きます。これいけなくね、出れなくね、こっから行くのか、このまま。さよならノーラ、聖王の槍は俺が無事取り返してくる、君は工房で待っていてくれ。じゃあ最果ての島へ行きましょう。これどれくらい速いんだろうね、ヴァンガードって。時速何キロ出るんだろう。で船渡しさんのところから降りればいいのかな。乗るかい、最果ての島へ。ブスターのところに行くからね。ボルネウスが滝の洞窟に水流を送り込んできた。この島を破壊するつもりだ。我々は海底級の場所を知っています。ボルネウスは口封じをするつもりです。ポイント H プラスマイナス0、 L マイナス100です。我々のモードは玄武の水、水流には通じない。水流倒さなきゃいけないからな。どうせっかな、今の戦力で。私もヴァンガードに乗せてくれないかな。 OK ということで、ボスと最果ての住人。ロブスターメイル、まあそこそこの防御力あるからね。魔法防御力は低いけど、でこいつ基本ぶん殴るんで、高級傷薬と傷薬1個と体術って両手だったよね。魔王の盾どうだろうな。いやダメだ、危険すぎる。武闘技でも染めさせるか。物がない、基本置いてきたからな。あるものをちょっと即席で。魔法防御力引く、まあいいや。でロブスターくんが入ったから陣形を、陣形、あ、竜神とかもいつの間にか覚えてる。連続攻撃に向いた陣形、やっぱこっちにしよう。でハーマンは正直いらない。よしこれでいこう。ちょっとロブスターくんのカウンターしかない。でも350あれば、まあ、ちょっとだけ弱い感じか、うちらのパーティーよりは。全然いいでしょ。よしボストン仲間になったんで、あとは徐々に人間キャラを人間じゃないキャラに変えていくということで、水流の方行ってみますか。この水しぶき、滝の部分も少し鮮やかになってる。セーブしよう。ちょっとロブスター技覚えたいんで戦いながら行きます。で覚えなきゃいけないのは、あ、寝てない、そもそも寝てねえわ。バイキングアクス使ってこう。なんかこういう技があるかもしれない。ロブスターの体力が吸収される。え、攻撃で385どうなの。まあまあまあ強いか。あ、強いね。キツイタチってどうしてたっけ。基本敵の攻撃が先だからな。水流と戦うんだったら技ポイント節約しとかないとね。ロブスターがなんかいいの覚えたら
水流に立ち向かいますか。金持ちきれねえし、ちょっと稼ぎますか。一回退却してあれみたい技、ミカエルはインプリズムマタドール、いつものだな。翡翠たちはまだ、トーマスは風車、エレンはブレードロール、こいつはいらない。ポストカウンター、ちょっと稼ぎますか。よし、翡翠たちの刻印ゲット。次ユリアンは切り払いじゃなくて劉備返しか。これでいこう。空気投げか、微妙。てかロブスターなんか色変わってね、なんで。お、ブレードロール極意しとく。よし、インプリズムも極意ゲット。キックか、キックからなんか発生するっけ。カウンター技が全く発動しないんだけど、マタドールとか。これ封印しちゃおうかな。カウンター技いらないよね。またひらめいてくれたらそれはそれでいいし、カウンター技を封印して終わりだな。お、宗教、これ回復か。でね、水流を倒す前にちょっとメンバーが固まったので、メンバーを揃えていきましょう。というわけで、まずは妖精のイベントを進めていきます。これですね、大自然の脅威、死ぬ前に一度見ておけ、この先すぐグレートフェイクションということで、これを見に行きます。いらっしゃいませ。お代はわずか10オーラムだよ。これを見ずして人生は語れない。恋人たちの憩いのひとときに、ご家族の団らんにって、そういうもんじゃねえだろこれ。まあいいや、行こう。お題が先だよお客さん。そうか、こいつに金払わなきゃいけないのか。10オーラム、結局さ1オーラムがいくらの価値があるのかっていうのはよくわかんないからね。この見せ物小屋は世界中を回っている。おえ、ここから入っていきましょう。うっ、このグロさ、うげえ。まあ見えないけどね、まあ、一応左も行きます。これはすごい。おお、ほう、全然見えないな。これは本当に何があるのか分かんないよね。左は、じゃあ真ん中見てください。可愛いでしょ。生きてんのか、動かねえぞ、やめて。喋ったぞ、すげえぜ。全然見えないな、すごいよ、本当にすごいよ。ああ、妖精ちゃん欲しい。まあ、どうなんだろうね、ペットとかにできるもんなのかね。で、このイベントを見た後に宿屋で寝ますと。6名様、6オーラム。あ、そうだよね、宿泊代金6人よりさ高いんだよ、入場料。結構な額だよね。だって6人分の宿泊料ってかなりの額になるよね。それより高い。誰だ泣いているのは。見せ物小屋で聞いた泣き声か。助けに行くか。行こう。で、夜の見せ物小屋、まあ、まずちょっと右に入りましょう。何もいない、出てこう。まあこれがあのグロいやつだよね。かなり凶悪だけど全力でいきます。何がいいかな。まあ、劉備返し1個ずつ極意を取得していきましょう。水地で大木弾かな。あ、ハサミ。ボストンを銀のコテ装備させて二刀流にしたいね。ちょっと弱い。いやー、ほんと強えわユリアン。もう外すことが確定してしまったけど、
剣使いって多分いないよね。ボストンは殴るでしょ。ゾウとかさ、雪だるまとかって何が得意技なんだ。妖精はね、槍なんすよね。妖精は槍使わせるから、まあそのままね、大車輪とか生きてくるんで。稲妻キック。ああ強い。こいつ弱いな。劉備返し極意しとく。 OK。 で、劉備返し自体も頻繁に使う技ではないので、ちょっと一回封印しちゃおう。あれがないね、その普段使う技が。まあいいや。で、左の小屋は本当に何にもないっす。何がいたのかもよくわかんない。で、真ん中妖精が倒れている。鍵とかかかってないんだね。何も言わずに行ってしまったな。まあいいや、帰ろう。てか、この見せ物小屋さ、一晩にしてさ、3つのうち2つの見せ物をなくしたよね。失った。やってけんのかな、この先。というわけで、じゃあまた妖精のイベントを進めていきます。ジャングルに行きましょう。で、ジャングルはグレートアッチから小舟が出てるので、明けの村へ行きます。ジャングルとか行き方忘れちゃったけどね。その内部乗るかい、明け。で、妖精はまあ仲間にしたら、次はゾウさんかね、仲間にしに行くのは。雪だるまはちょっとオーラが発生するのか今まだ分かんないのと、まあ、貴族一人倒さなきゃいけないんだっけ、戦えばいいんだっけ、ちょっと分かんないけど条件があったはず。で、かつドラゴンルーラーを倒さないと雪だるま外に連れ出せないんで、もうちょっとパーティー強化をしてから行きたいですね。で、明け、まあ、ここになんかあるわけではないんで、まあ、ちょろちょろ話を聞いていきますか。最近変なローブ姿の連中をジャングルで見かけることがある、まあ、何してんだろうね、それはさっぱり分かんない。ジャングルの妖精は人を騙して喜ぶ、まあ、ジャングルには妖精がいると、そんなような話が聞けます。これさっき、あ、ジャングルには妖精の住んでいるところがあるよ、まあ、情報をくれます。で、ジャングルに行きましょう。ジャングルは正直もう道覚えてない、適当に行くしかない。これ要はなんていうの、こう行くじゃないですか。あれ、来たところとなんか別のところこうに出るんですよ。まあ法則はあるんだろうけど、それがねいまいちよくわかんない。ここは攻撃していこう。あ、銀の手を。あれ、ボストンって今技どれくらい、結構覚えたよね。結構覚えた割には何も極意取得してない。また覚えた、サミング。てかボストン若干攻撃力弱いな。なんかもっと強かった気がするんだけど、ハサミがそもそも強かった気がするんだけど。ちょっと技ボストン、あ、まだ大丈夫か。サミングから使っていくか。あ、これって目つぶしダメージなんだ。へえ、知らなかったな。キックとかも使っていきますか。ちょっとユリアン、銀の手を外してブーツ飛び出せよ。で、ボストンの革のブーツでいいか。これを銀の手に変えましょう。で、一応蝶々がいるんで、この蝶々をね追っていく感じになるんですけど、要は何色の蝶々を追っていけばいいのかっていうのがよくわからない。あ、ユリアンだから剣外してもよかったのか。で、あれ、あ、こっちか。サミングがねえと思った。あれ、なんか魅了ではないか。てかミスってるし、目とかないからね、あいつ。ウォークライ、攻撃はしてくれるんだ。これなんだ、混乱ではないよね。強戦士か。マインドステアも食らってるし弱っ。
押すと思ってたより火力が出ないで、まあちょっとこっち行くか。で、ここに出てきて、これさっきと同じとこじゃん。ちょっと本当に迷ったわ。よし、キックの極意を取得。で、このマップに出てくれば、あとはここから木の上に登って妖精の村へ到着。ほい。で、こいつらはなんかもう何色を追えばいいよって言ってきて、これ全部ダミーなんで黄色ではないと。これちなみに結構みんな嘘ついてくるんで、それ以外のね色を探し当てればね割と分かってしまうっていう、緑でもない黄色でもないっていうことでしょ今。でなんかいろいろ起こったりして宝箱に到着したような気もするけど、どうだっけな。まずこれ回収しよう。妖精のハーブ。邪魔だ。でもこの妖精結構でかいはでかいよね。なんか鳥くらいの大きさじゃなくてさ、もっとでかいよね多分。だってミカエルの半分よりはでかいでしょ。だって6、70センチはあるよね多分。あれどっちだ。おっ、こっちだー。じゃあこっちで下から行ってみるか。なんかめっちゃ下に行ってんだけど。あ、宝箱回収しよう。これ全部妖精のハーブなの。妖精のハーブってなんか技ポイント回復か術ポイント回復か技だった気がするけど、これ絶対落ちるでしょ。で、ほいほい、あー落とされた。え、ちょっと待って、お、邪魔だこいつ。いやマジ邪魔なんだけど。走っちゃいけないってこと。今走ってジャンプは走んなきゃダメでしょ。だってほいの後歩くの。あ、歩くんだね。で、左にアイテムあったね。これも回収しておこう。妖精のハーブで上に登って、これで一番奥かな。いた。ちょっと待って、正面がよくわかんない。この間はお礼も言わないでごめんなさい。逃がしてくれてありがとう。赤い蝶を追っていくとアウナスの、果実要塞に行ける。で、一回果実要塞を発見するのかな。で、その後来ると仲間にできるような気がする。このまま落っこってこう。じゃあ赤い蝶々追いますか。よし、周期砲極意取得。よし、稲妻キックも極意取得。ジャイアントスイング、空気投げ使ってジャイアントスイング覚えたね。げ、自分がスタンしてんだけど。あ、攻撃した後だからいいのか。よし、これで果実要塞到着したんで、一回行けばあとはもうマップから行けるんで OK で、明けも行ける。一人外してこよう、妖精を仲間にするために。トーマスだな、そうすると。ちょっとトーマスの装備をひっぺ返すか。ずっとアーメントゥーム使ってたな。オッケー。パブ行って、あ、トーマスはね別にいつでも仲間にできるんで。じゃあちょっと妖精のところへ行きます。あ、妖精の村も出てるじゃん。ほら、楽ちんだな。じゃあ妖精ちゃん仲間にする、よろしくね。よし、2人目。
森のいたずら好き。これあれかな、人間種族じゃないやつを仲間にするたびに。ゲーハーメントゥーム持ってんじゃん。弓も持ってんだ。いやでも弓は使わない正直。フラワースカーフ弱。なんか特殊なあれあんのかな、まあ、せっかくだからトーマスのつけてた魚鱗と、あとなんだっけ、フルフェイスガントレット、高級傷薬も一つ持たせておきますか。で技なんもね。あれこれどうやって、ここか、槍、大車輪、あとは、まあ、水血は覚えておこう。普段使うやつとして、まあ2段付きでいいかな。この3つをとりあえず覚えさせて、あとは自力で技を覚えていくと。ボストン周期砲はちょっといいや、もう。でハーマンは外せないんで、フォルネウスのイベントが終わるまで。で次誰を仲間にしに行くかというと、まあ、やっぱゾウさんなんで、でゾウさんを仲間にしようとするとちょっと遠くまでね遠出しないといけなくて、かつサラを入れなきゃいけないんだけど、それは町に行ってからマップで移動できるかな。ちょっとそっち方面のイベントも進めていきましょう。とその前に開発してたやつを回収しましょう。もう大丈夫でしょう。パワーグラブ完成。こんにちは。あれこいつ開発に回せないんだっけ。陽光流頭、えなんだって、陽頭流光、フランシスカ、フランシスカだな。テオノ持ってねえし。テオノってどこで買ってくんの。クリスナイフ、ビーストレザー、ジャガンドマス、これ全部必要だよね。魔女の人、ゲッ、勝手に開発しやがった。開発しますかみたいなこと聞かれなくて。ふざけんな。魔女の人もいい。貴重なのに、棍棒が必要です。持っているようですね。まあ、棍棒とかだったらいいけどさ、ねえ、ジャガンドマスクとか、玉座から開発したかったのに、まあいいや。では、リブロフですね。でリブロフでちょっと情報を得て、この人か、ナジュの王宮のあったところに神王教徒は塔を建ててる。まだめちゃくちゃ高いですと。上の人たちかな。神王教団は宝を相当貯め込んでいる。アクバ峠を越えるとナジュ砂漠、危険なところだけども神王教徒は死も恐れず砂漠へ旅立っていく。神王の塔へ行くために、これですね、これで砂漠へ行けるはず。神王教徒は今度の宿命の子は魔王を超え聖王を超えた神王になるのだと言っていた。まあ、神王教徒は何なのかっていうと、今ちょうど試食の年になるのかな。で魔王が現れて聖王が現れて、次に現れるのは神王だよっていう人たちですね。で月下町ナジ王国は神王教徒を認めなかった。で教徒のリーダーのティベリウスは武器を取って立ち上がった。でハマール湖の戦いでゲシア朝が大敗して滅ぼされてしまった。これがあれだよね、ハリードの国だよね。結局滅ぼされてしまいましたと。神道教団強えな。あでナジュ砂漠、こんなんだったっけ。では砂漠越えですね、やっていきましょう。左へ進んでいくと多分神道の塔に行くはずなんで、まずはそちらを目指していきます。これね、微妙に行けないんだよね、その山になってるとこ。下から回り込まないといけないかな。蛇とかどうだったっけ。なんかロマサガ2のさ、砂漠はなんか結構蛇強い敵が固定で出てきてたけど、ロマサガ3のこのナジュ砂漠はどういう感じだったっけ。普通の蛇の敵なのか、ちょっと忘れちゃったな。で神王の塔にとりあえず着きました。でここから、砂漠を東へ行くと乾いたタイガ、流されるともう戻ってこれないと。あれこれ戻ってこれないところまで行かなきゃいけないんだっけ。ムング族の村まで行かなきゃいけなかったような気がするな。あこれなんかローブ変えるんだよね、おっちゃん。
新郎京都でないと都営は入れない、まあ、今はちょっと用ないんで。乾いたタイガって、あれこっからさ自分で東へ行くんだっけ、なんか忘れちゃった。一回出ます。どっち側に来たんだ、要はこのナジュ砂漠から東か。じゃあ乾いたタイガもなんかちょっと固定の強い敵が配置されてたから、そいつを倒せないとそもそも戻ってこれるだけの力量がないよっていう。これ鎧着て砂漠走ってんだね、辛いな。ミカエルも一国の皇帝がさ、こんな一人っていうか全部で6人いるけどさ、砂漠越えとかかなりきつい。ハーマンとかさ義足だからね、だってボルネオス倒してないから。あ、これで乾いたタイガだ。でこいつこれが固定敵なんで、そもそもこいつを倒せないといけない。一応全力でいきます。夏場キックも覚えたしな。サミングをちょっと極意覚えよう。ブレードロール、なんかロマサガのさ D ユニバースやってるとさ、結構数値が高いじゃないですか。普通の攻撃でも1000超えたりするんで、なんかこれやってるとさ374とかさ弱っとかげっすえ、ちょっとまた早かったか妖精ちゃん。一応ね陣形スペキュレーションにしてます。妖精仲間にするとスペキュレーション覚えてるんで、いや強いぞ普通に。ちょっとやべえなこれ、早かったか。まだまた早々に撤退することになりそうだ。残像剣で全員行こう。でスネークショットも使っていこう。128か、まあまあまあ共産が強いんだよな。そうでもなかった。なんで妖精なんかすんげえ食らったよね。相性が悪かったか。ゼルナム族倒せないと話にならないからな。もう全体攻撃はいいと思うんだよね。攻撃で倒していこう。ゲークショークラ、やっぱり虎穴陣が安定か。結局虎穴陣に戻すっていう。あ、触手ですげえ食らったんだ。ただこの戦い負けることはないと思う。さすがにもうここまで来れば強かったけどね。ハサミ本領発揮してきたな。ガチで攻撃力高い。よし進んでいきます。倒せたんで。おお動きが遅い、このイカとか。大車輪で一掃したいな。早いね、いいね、強い。これである程度戦ってればまたパーティーも強化されるでしょう。でどうすんだ、こっち行けなくね。こっから降りるんだっけ。いやそんなことないな、こっちではないってことか。こっちか。でもなんかこう未開の土地へ行くってさ、いやもう俺は知ってるからあれだけどさ、なんかやっぱりワクワクするよね。でここに行って、あの魚はちょっと戦わないとダメかな。しかしスペキュレーションの火力だったらいける。バイキングワックス、なんか覚えたと思うんだけどな、こういう技全く覚えない。でこのまま突き進んで下に行こう。下だった気がする。上からでも行けんのか。でここを流されるともう戻れないっていう。なんか戻れそうだけどね、よじ登っていけば。ちょっと
妖精はもう大車輪使ってどんどん敵を排除していこう。ここもサクサクサクっと。あ、これか、この滝か、死の砂漠。死の砂漠ってなんか強敵いた？陣形が乱れている。一回退却しよう。で大車輪、大車輪とかコスパ良すぎでしょ。強い、本当に強い。妖精のヒットポイントが結構上がっていくけど、え、大丈夫か。バックを取ったから攻撃でいこう。ハサミとかやっぱり強えわ。これ二刀流になってるよね。ハサミ一回しか殴ってないけど、もうオーラムは持ちきれないからね。てかそうそう金使わないからね。こいつ何なんだ、毎回バックを取ってる。いや強え、ロブスター。ハサミとカウンターだけだったかな。ただ両手持ちになるの、両手持ちっていうか二刀流。普通の技はなんか通常の威力だったような気がする。でもさ、なんか他のさ人間じゃないキャラってほんとみんな体術っぽいよね。ゾウとかマジで何なんだろう。得意武器ゲーセン声出した。これ下手にさ、なんか技使うよりさ、ハサミ使った方が全然強いんじゃない？適当に進んでるけど、こっちでいいんだっけ？大草原、一応砂漠は越えた。でとりあえず上に行って、まだ上、ここ右、なんとなくの地形しか覚えてないけど、ムング族ここで寝れるんだよね。一応寝ていこう。割と戦闘はしたから。全然2つしかベッドがない。妖精とかなんかこう見るとかわいそうだな。てかエレン床に寝せてるけどさ、女性布団に寝かしてやるよ。草原の北からゼルナム族が襲ってくる。南にはネフト族という虫の姿をした部族がいる。ムング族、バイメンニャンに会おう。ここじゃないし。いらっしゃいませ。あずさ弓が売ってる。弓つかねえからね。え、弓じゃないよね、ゾウさんとか。あ、ついに先にこいつだっけ。あなたたちは老子。あれ、そういや一人人質になるんだっけ。これは確かに西から来た人間、生きてるのが来たのが初めて見た。言葉は分かるようじゃない。一体ここに何しに来た。乾いた大河で流されて戻れずここまで来た。なんか皇帝が言うとなんかほんと情けないな。この村から東へ行くと玄城という町に出る。あんたたちが行けばたちまち捕まる。怪しすぎる。私にちょっと協力してくれれば玄城の矢の将軍に口を聞いてあげてもいい。将軍も私の弟子だからね。何をすればいいんだ。西のことをいろいろ調べたい。特に術、あんたがいいね。おーいボストン。まあ確かに術が一番使えるやつ今ボストンだからね。ついでにネフト族のところでも行ってきてもらおうか。詳しいことはその子に聞きな。あの砂漠を越えてくるぐらいで役に立つぐらいだ。
じゃあリンリン行こうか。ムング族、この兜でネフト族と話が通じる、南のネフト族の住処へ行きましょうと、まあ、ハーマン入れるよりはツイリー入れた方がいいからね。ちょっともう一回スペキュレーションにしよう。ハーマンはいらない。で妖精を前線に出そう。これで大車輪でまた一掃する。ツイリー何装備してんだ。あずさ弓装備してんじゃん、ちゃんと。あ、武闘着持ってる。これ後でパクロ。武闘着かなり優秀だからね。ここでね、ゾウの話が聞けたと思うんだけど、この子供みたいなのに話したい。変な格好、笑われただけだった。これはネフト族の話、ゼルナム族の話。あれ、現状に行かなきゃいけないんだっけ。こいつはなんでこんな変なとこにいるの。ああ、変わった格好ね。まあ、いっか、とりあえず南へ行きますか。まあ、下へ行けばいいんで。ここはね、広いからね、モンスターは割とスルーできる。で、ネフト族。ああ、これあれか。これ敵だよね。そう、ゼルナム族がいるな。ビーストチェイサーとサイドワインダーか。なんか覚えさせるだけの弓ってあったっけ。ゲッツエ電撃3人か。それなりに食らうな。妖精がもうピンチだ。覚えた。クラッシュアロー、これ極意取得してなかったっけ。サラが覚えたけどね。妖精技ポイントだけな。火力も高い。申し分ないな。でわざわざ倒しに行く必要もないっけ。お話だけ聞ければとりあえずよしとしよう。これちょっとゾウさんの情報が欲しいのよ。そのために来たんだから。ワンサが出てくるな。大車輪で一掃する。これほんと強い。大車輪マジでコスパがいい。ちょっとこのゼルナムは排除していくか。バックスタグも使っていこう。トマホーク0に使えるし、ビーストチェイサー2。ライフスティールとか。バックスタブ使うまでもないのかな。電撃意外に食らうからね。あとは通常攻撃でゲ回復してるし。なんか下まで行っちゃったカーソル。ダブルアタック200ゲッ2回。そういうことか。カーソルが下に行っちゃったな。結構上がる。どっちだっけ。ゲッまたこいつ。バックスタブ極意取得したいよな。グレートロール使っちゃうか。でビーストチェイサー。結局ここでグレートロールが発動してくれないと意味なくなる。ダーラバイとかゲーみんな寝た。ちょっともう一回
った一人使っちゃおう。これで二人とも倒せる。何硬い杖なの、なんで攻撃してこなかったんだ、意味がわからん。槍証券とか使ってなくね、ミカエル。結構全弾多いな。大木弾巻き割り覚えてくれるとね、だいぶ火力が高いんだけど。ただ斧を使うやついるのっていう。雪だるまと象がマジでわかんねえ。これエレン死んだな、やっぱり。あれ後ろ取って一撃で倒せんだ。今のところもうちょっとな、エレンが火力の高い技を覚えてくれると助かるんだけど。こいつ動かないね。ちょっとセーブしとこう。一人ゼルナム水地使おう。バックスタブ大木弾ビーストチェイスさ、一応ライトニングピアス使おう。ミカエルの火力がマジで弱い。電撃いや別に普通の全乱族でしょこいつ。ゲーミスった。右行けそうじゃん、行けねえ。モンスターはモンスターでいるからね。人形乱された。あの骸骨なんか強かった気がするんだけど。なんか呼吸の、あ、ライトニングピアス早えな。先生か、ちょっともったいなかったね。結局大車輪で一掃できるからね。初めに大車輪が発動してほしい。固定のゼルナム族を、うお、びっくりした。肉肉、なんか挨拶らしいけどね、肉っていうのが。こいつがオサか。我々の住処はアビスのものに侵入されている。話し合いどころではありません。そっか、やっぱり固定のゼルナム族を倒さなきゃいけないんだ。こいつは戦闘能力どうなんだろうね。見た目で判断できないのかな。やっぱり左にいたな。まだいける。ライトニングピアス、なんか発生する気がした。ライトニングピアス、で大木弾。大野なんでこんなミスるんだ。このミスったマジか。あと攻撃でいくっしょ。ダブルアタック、で左のこいつを倒す。まあ、所詮は一人だからね。一ターンで肩をつける。
ちより大車輪の方が強いか。これの原理がわかんない。どうやって地中に潜ってんだよっていう。で2体だけだっけ。あーゼルナムいなくなってるね。これで話し合いができるかな。我々はこの草原で人間と共存してきました。草原の平和のためにあのアビスの者と戦いましょう。ところであなたたちは西から来たんですね。600年前は魔王の手によって東の国々が滅び、生き残った人間たちがこの地方へやってきました。それ以来西からやってきた人間はいません。何かが起こる前触れでしょう。アビスの者は草原の北からやってきます。そこに何かがあるのです。あ、ちょっともう一回話しちゃったけどさ、これ本当に600年前何が起こったかとかちょっとよくわかんないからね。魔王と西王の話をもうちょっとね掘り下げてもらってもいい気がするけど。あ、完全にモンスターもいなくなってんな。平和が取り戻った。というわけで一回ムング族の村へ戻りましょう。あれ、ボストンは？ボストン返せ。ネフト族とは話がついたようじゃな。こっちもあらかた調べ終わった。ああ帰ってきた。現状のヤン将軍に話をしておいた。東の町へ見てみるといい。あ、先に行けるか。怪しい奴らも引っ捕らえろ。ひどい。報告通り怪しげな連中だな。私は帝よりこの町を預かるヤンというものだ。いくつか聞きたいことがある。正直に答えるように。にわかには信じがたい話だな。とりあえず牢へ入れておけ。結構いい牢屋だな。こう机とかさ、椅子とかさ、花まで飾ってあるし、退屈しのぎの本もある。かプライベートもちょっと守られてる。外からこっち側見えないっていう。何よりベッドが優雅だよね。こんなところにおったのか。さあ行くぞ。ゼルナム族がどこからやってくるか突き止めた。どうもこのところアビスの妖気が国を覆っておると思ったんじゃ。北へ行きゼルナム族の巣を叩くのじゃ。老子勝手なことをなさらないでください。皇居の帝に報告を送ったばかりです。命令を待たねばなりません。あんな子供に何がわかる。どうせ側近のサオガオが勝手に決めてしまう。ピーマガピータバカやつだ。だいたいお前も分かっておらん。アビスの力が間近に迫っている。アビスは我々東の宿敵。我々はいつの日かアビスの魔貴族どもを打ち滅ぼすために力を蓄えてきました。アビスの者どもと戦うのに私は何のためらいもありません。しかしこの西から来たという連中を信じるかどうかは別です。わかりました。ここは老子の言葉を信じましょう。とりあえず出てた。なるほどなるほど。象の情報くれ誰か。ここ術屋だし太陽月いらない。何か情報は？特別なことは何もないっす。大して情報くんないかんね。道を見て回ろう。宿、宿に行きたいわけじゃなくて情報が欲しいだけ。誰かいる？誰もいなそうだな。武器屋、東方腐敗、結構強えな。27、戦王のあずさ弓、兵士の鎧はある。東方腐敗が結構いいのか。27は強いもんね。あずさ弓も強い。
上の方に行ってみましょう。ここバイメイニアンがいる。術を覚える、僧侶覚えらんないんだよね。相反しているから。あれー、ゾウさん、誰かゾウさんの情報くれ。ゾウさんの情報を得なくてもいけたっけ。西へ行ってみたい。ちょっともう人間を仲間に加える気はないんでね、ごめんなさい。まあいいか、というところで、じゃあ今回はここで終了して、ちょっとゾウさんのところ行くための情報を得ます。というわけで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。